皆さんこんにちは、かごチャンネルです。ゲストにお迎えしているのは吉井さんです。よろしくお願いします。吉井正の怪談を浴びる会代表、吉井正です。はい、以前ですね、一緒にコラボをさせていただいたんですけど、はい、ちょっと今日は再作ということで。そうなんです。トラブルが起きてしまいました。2年間うちのチャンネルやってまして、はい、初めて起きる事象が出てしまいまして。何が起きたんですか？SD カードのデータが存在するのに読めない。怖い。もうで、何かが起きてる。検査させていただきましたところ、なんとか障害、なんかよくわかんないですけど、なんか障害が起きてると。ここ何日間か全部がもうなくなってしまいました。怖すぎる。本当に階段を見ている感じですこんな感じで、これからの映像がですね、ちょっとブレたりしているんですけど、定点で撮ってるのが使えなくて、すいませんなんですけど、すごい怖いお話をしているので、ぜひ見てください。浴びる会員の皆様、絶対に 2,3 回再生よろしくお願いします。今日はね、はい、吉井さんのチャンネルの方で、前回私怖い話させてもらったんですけど、とんでもなかったですよ。めっちゃ怖かったですね。なんで今回はかごチャンネルで吉井さんのガチのエコっていうお話を聞きたいです。ありがとうございます。初めて出すようなお話も混ぜつつ喋らせていただきたいんですけども、かごさんがモームス時代に、まあファンの方とかとちょっと怖い体験をしたみたいなことあるじゃないですか。ありますね。うちのチャンネル見ていただいたら分かると思うんですけども、あれに似た話を僕のファン、まあこんな身なりしてますし、もう結婚もしてるから、そんなキャビキャビファンの方もいないですけど、23、4の時とかって、まあ若手芸人でもモテるんですよね。で、いろんな、もう毎回プレゼント持って帰るんですよ。タバコ買わんでとか、缶コーヒー買わんでええわぐらいまたもらっていくんですけど、その中で一人、なんかね、変わったプレゼントくれるんですよ。充電タップとか、もうそれこそ、なんかね、ファン、銀色のおしゃれな、こう、扇風機。あと、インテリアショップでよく置いてる、イームズとかミッドセンチュリー系のブランドっぽいランプみたいな、こんなのくれるな。確かに。でもおしゃれなんで、全部その充電タップもなんか色が綺麗で、ここなんかこんなになってて、携帯の充電もいけるしみたいな、コンセントもいけるしみたいな。でも変わってるけど高そうやなと思って、で僕ファッションが好きやから調べても出てこないんですよ、どこのブランドやろ。でもうでも高価なものなので大丈夫ですよ、そのお金でライブ来てくださいって言ってお断りするようになったんですよ。で僕当時南阿佐ヶ谷住んでたんですよね。で南阿佐ヶ谷の駅バッと降りたら、道路挟んで20メーター先ぐらいから、結構遠いじゃないですか。それでも僕のことじっと見てるって分かるぐらいの感じで立ち止まって立ってる女性がいるんですよ。それが僕のファンの方やって、あれってなって、で近づいていったら、お、やっぱそうやんな、あ、私阿佐ヶ谷住んでて、あーなるほどなっつって、俺南阿佐ヶ谷やねんっつって、あ、こっち側から帰ってんやって、あ、丸の内から帰った方が近い時もあるもんなーみたいなことがあったんですよ。もう怖い。でこっから数年経って、その女性は僕のライブに来なくなったんですよ。あれ、まあお笑いファン YouTube とかもそうですけど、3年周期、1年周期って言われてて、1年から3年でもうガラッと変わっていく。あ、そうなんですね。だから他の芸人のこと好きになってんやろうな、まあ、気にもせずそんなことがあったんですよ。でそんなことがあって4、5年経ったぐらいに、吉本のネット番組があったんですよね。で売れてる先輩と綺麗なお姉さんがいて、部屋をチェックすると、でそれが盗聴器パスタ。何？盗聴器パスタ。
盗聴器、いや、パスタじゃない盗聴器パスタ、あ、パスタ、家に盗聴器で仕掛けられてたら、はいはいはい、調べるやつ、うーんってなる、うん、夕方の番組とかたまに、うん、あれを、若手芸人の家、うん、内説、うん、絶対にないやん、内説、はい、取るもんないし、うん、つって、で、僕一発目やって、はい、先輩がガチャって開けた瞬間からウィ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 、もう、めちゃくちゃ鳴ってて、どういうこと、どういうことって思ったら、その数年間通ってくれた女の子がもらったグッズ十何個全部からウィーンで、これが立ち悪いのが半永久的コンセントさしてるから、はぁ、そっか、でもその専門家の方に聞いたのが 500m から 900m かなの範囲しかこれはもう聞こえない、もしがっつり聞こうと思ったらもっと近く、うん、50m 以内に入らんかったらもう聞こえへんから、そんな強いもんじゃないですけど、だから犯人はおそらく近くに聞きに来てたと思いますって言われた時に、阿佐ヶ谷なんか住んでるわけないやん、そうや、絶対あいつ聞きに来ててんやって思った時に、なんで離れたんかなと思ったら、僕当時付き合った彼女と同棲しだしたんですよ、だから彼女おる、あ、うん、色恋なくなってみたいなことで離れたんかなと思うけど、すべて聞かれてたと思ったらめっちゃ怖っ、なんか変なこと言ってんかな、言ってるし、いろんな行いは聞かれてるよねって言ったら、怖で、ちょっとまた続きがあって、その方の話ぐわっと思い出して、でこの事柄を数年後僕ライブで喋ってたんですよ、ライブ喋る前にどんな話やったかなと思って思い出をこう戻るわけじゃないですか、うん、ほんだら当時ツイッターアカウントで毎日エゴサーチよしってしてたら毎回つぶやいてくれたんですよ、うん、だからその子のアカウントこびりつくんですよ、うん、ただアジサイ X みたいなお花にアルファベットが、もうすぐパンって出てきて、それを検索したらコットンのファンだった今はコットンのキョンのファンだった本当にあるんですね、そんなのは、うん、加古さんの方がありそうじゃないですか、うちの時はね、なんかファンの人から直接もらえなかったんで、必ずそのセンサーを通して、うん、ああ、そうなんや、じゃあセンサー通した時に引っかかるやつはいっぱいあったってこと、いっぱいあった、何をもらうんですか、なんかね、ぬいぐるみとかがやっぱ危ないですよね、うん、中に隠せるから、そうそうそう、高価なものってもらうんですか、高価なものはなかったかな、あとなんかあのそういうので言うと、あのお手洗い、うん、あの局のお手洗いを使っちゃダメとか、はい、え、結局三角コーナーとかにもカメラありましたねとかあったんですよ、めっちゃうめんやん、あとなんか中野サンプラザ の、うん、あの私たち中野サンプラザが聖地だったんですけど、うん、中野サンプラザの何か の、 あの電波の影響で楽屋の中の声全部聞かれてたとか、それでも楽屋入ったらそれこそプロモードになるんじゃないですか、ヘッドホンとかで、あーヘッドセットみたいな、ヘッドセットでずっとつけたまま楽屋にいるじゃないですか、うん、音声さんや、うわー、それは思い出した、僕たまに映画とかドラマ出るんですね、はいはい、でマイクつけっぱじゃないですか、うん、音声さんに聞かれてるんですよ、そうですよ、聞かれてますよね、そう、あれで抑えるんですけど、忘れちゃう、それやっぱ主演級の人は抑えなかったけど、俺なんか抑えんでええやろうと思って、うん、映画出だした序盤ぐらいやって、でも大きい映画やったから、はい、気付けなあかんなみたいな、うん、言った時にこうやって抑えながら主演の方を喋ってたら、はい、仲良くなったおっちゃん、音響さんとかに、お前それ癖づけた方がいいからなみたいな、もうほんと何も知らねえ可愛いさ女優とかが、もう勝手にトイレ入って汚ねえ音聞かないとダメなんだよ、それ事務所がちゃんと言ってねえから毎回外すようにしてんのにみたいな話聞きましたね、ってことはリークもできるじゃないですか、そういうことなんですよ、マイクつけたまま楽屋とかでね、待機で喋っちゃうと、もう全部音声さんに丸聞こえ、だって
あんな忙しかったら愚痴も言いたくないし、ね、しかもなんか私の話になっちゃうんですけど、あ、してください。あのマイクつけたまんまよくスタッフさんをいじったりするのが好きだったんですよ、うん、で、お手前の、で、あの音声さんとかずっとこういう感じでやられてるじゃないですか、うん、なんかそれがだんだん面白くなってきちゃって、性格悪いな面白くなってきて、あの人すっごい太ってるねとか、うわ最悪最悪、あの人めっちゃ太ってるねとか、うわめっちゃ言ってたんですけど、めっちゃここで拾われてるっていう、もうこれでね、これで行かれてますもん、これで行かれてますから、うわそうダメっすよ、もうそうつつましく、ね、穏やかに、もういろんな言葉を今ね、音声だけじゃなくても、うん、もう携帯ね、さっき言ったその写真とかもそうですけど、うん、ね、携帯でちょっとボイスとか撮られてたら、もうそれでね、怖いわと思って、いやしっかり言いながら、ね、気をつけましょうね。ただまあファンで言ったら、まあ、僕のファン他にもあって、はい、お笑いの時のファン、うん、あと本当にちょっとだけですよ、俳優業のファンの方がいらっしゃって、で今 YouTube のファンで3層に分かれてますよね、はい、いいですね、ありがたいことに、うん、で YouTube 今どこが一番ファン強いんですか。いや根強いのはやっぱ YouTube の方がすごく熱狂的な感じでもなく、うんうん、穏やかな感じで、僕と同年代の男性の方が一番多くて、でその中でたまに女性、若い女性の方とかもいらっしゃるんですけども、ファンレターをいただくんですよ。で月に1回マネージャーとのまあ会議とかの時にドバって渡されるんですね、うん、あドバってもらえるやんみたいな、うん、で見ていったら若い方から本当に筆で書いてくれてるおばあさんとか、で孫と一緒に見てますとか、孫から教えてもらってみたいな、もう年90になります、うん、であなたは私がちっちゃい頃見た喜劇なんとかに出てた、なんとかみたいだわみたいな、うんうん、もうどっちも知らんみたいなだいぶ西へのみたいな、でそれもちゃんと返信して、どっちも知らんねんけど、あ返信もされて、返信用報とかあったら返信、で文通、90歳ぐらいとかで文通したりするぐらい、うん、いろんな層からもらうんですけども、うん、ある日チャブートもね、うん、ぐらいある文春とか週刊大衆みたいな入ってる、うんうん、あの週刊誌あれやん、はいはい、あれの感じの茶封筒が忘されたんですよ、はい、これ何雑誌みたいな、うん、なんかよく自分が出た雑誌とかもらったりするじゃないですか、確認みたいなこと言ったら、うん、いやあのこれファンの方からのファンレターです、うん、どこ消しいんですか、九州なんですよ、うん、九州にファンおらんけどな、うんうん、YouTube すごいなみたいな、うん、ちょっと開けてみようかって、うん、ハサミかかって開けたんですよ、うん、そしたら裏両面書いてるんです、文字が、うん、両面書いてるプラス30ページ計60ページの文なんですけど、その文一文字一文字が新聞とか雑誌とかのあ、い、うとかを切り取って解文書みたいな感じで犯罪予告みたいな、犯罪予告みたいな、でそんな大きくないんですよ、ちっちゃいのも含めてバーって、これだいぶかかったやろうな、で書いてること普通なんですよ、吉井正夫様みたいな、いつも、楽しい動画ありがとうございます、私も怖い体験いろいろしてるんですが、いつも、励みになっております、これからも頑張ってくださいみたいなところ始まって、そこから自分の生い立ちみたいなのをバーって書いていくんですよ、学校の時いじめられたとか、ご家族で、まあ、ご病気されてる方がいる、精神的にしんどいとかもあるんですよ、なんか重苦しいなと思って、ちょっと読まれへんわ、結構重い、しんどくなってたんですよね、で、ありがとうつって、で、次の月行ったら、吉井さんまたあの朝から来てるんですけどつって、で、またチャブーと90から、で、それが段ボールに入って、もうぶっとい封筒が7、8個ザザザって入ってて、うわ、気持ち悪いねんけどつって、ちょっと開けてくれへんつって、嫌ですよみたいな、頼むわっつって開けて、パッて見たら、またあの犯行予告みたいな感じで、普通のことまず最初書いてるんですけど、あ、もうこれ読んだらあかんなって思ったのが、変な内容やったんですけど、今日は小学校の時にいじめてた仮面にします、佐々木をどうやって殺すか書いていきます、こうやってこうやってこうやれば、人間何ボルト以上かかれば
電気ショックで死んじゃうので 2ボルトぐらい緩くして苦しみながら殺しやろうかと思いますとか。え、それしかも全部新聞の切り抜きでやってるってことですよね。でその2、水攻めみたいな。何睡眠薬飲ましてみたいな、まあちょっと気持ち悪いけどなんか縛って水を入れていくみたいな、みたいな殺し方バーって書いてて、あもうこれあかんやん、あかんやん、気持ち悪い、でちょっとこれもう処分しようかってマネージャーと話し合って、もう受け取らない、ってことにしたんですよ、こっから、これ今年やった話なんですけど、そっから数ヶ月経ったある日ですね、僕あの習い事してるんですよ、でほぼ誰にも言ってない、で、先生がいて十何人がその先生を見ていろいろ学ぶみたいなことなんですよね、でなんか数年通ってるんですけど、ここ最近顔をさしてくれたり、なんか映画見ましたよとか、なんか番組みたいな、そんな出てへんけどありがたいですねみたいなことを、まあ他の習い事仲間みたいな人と喋ってた、そしたら先生がバーってきて、ゆじさんなんかあれだね頑張ってるね最近みたいな、夜中あの人はああですよねみたいな、お笑いの人ですよねとか言われるから、先生もすごい気分良くなっちゃってみたいな、でちょっと別の時間、別のコマなんだけど、吉井さんのファンの方がいてサインもらえるって言って、あ全然そのサインしますよってサインを書いてたんですよ、あとお手紙も預かってるんで、そのお手紙があのチャブーンとやって、で中入れたらもちろん、中見たらもちろんあの怪文書のやつやって、怖い怖い、ちょっと待ってくれと、僕が見たのは九州の、なんで、で絶対にこんなことしてるの九州の人しかいないじゃないですか、なんで、何、習い事も特定されてるし、なんでわかった、プラス習い事特定されてるってことはもう家もバレてる、分かられてるっていうのもあって、もう早急に引っ越す先をずっと今危ない、探してるっていう今状況、その状況、はい、これ喋ったのが、今年の4月やったんですけど、2月にあったのか、そっからまあいろいろ、そうそうそう、でももう特定とかもいろいろしてもらって、まあ近寄らないようにしてくださいとはしてるんですけど、そんな守るかどうかわからないけど、特定はね しました、で僕レベルじゃなくて今度、また別の話なんですけど、まだあるんですかこんな怖い話が、これは知り合いの女優さん、でまあその方もめっちゃ有名、大河とか朝ドラとかそういうでっかいの出ていて、皆さんがご存知、でその方を仮名でね、山下花子っていうことにしましょう、山下と花子、まあ、ベタですもんね、山下花子にしましょう、その山下さんはですね、SNS をやってなかったんですよ、でインスタはやってたんですよ、でもインスタってあんま文を書くところはないじゃないですか、写真をメインにしていると、でも書きたいことが結構多くなったと、作品を通じて、この作品はこうなのでぜひこういう方見ていただけたら嬉しいですみたいなことをインスタに書くこともできるけど、文字だけで伝えたいと思って X を始めた、X 始めた当時ってみんなエゴサするじゃないですか、で山下花子で検索バーってしていってたら一個気になるアカウントを見つけたんですよ、それが下山小花、山下を逆でした、花子を逆で小花にしてるアカウントがあったんですよ、で山下花子で検索じゃかかっちゃうじゃないですか、あセンスいいなこの人、で写真アイコンを見たら自分が一番好きやなって思ってる写真をアイコンにしてた、今まで数々ある写真の中で、あこの写真好きやなって頭の中に残ってる写真やったから、センスええやんこの人、でも何もつぶやきがない、気になるなぁと思って毎回山下アナコで検索してたら毎回ページを開けるわけやから、iPhone もやっぱ覚えてその方中心に上げるじゃない、でも何もつぶやいてない、でもつぶやいてないけど、ちょっと変わったことがあったんですよ。アイコンが自分の写真、自分気にお気に入りの写真にしてくれてる。で、ヘッダーって言われる。はいはいはい、後ろの背景の。後ろの背景のところが、川のせせらぎなんですよね。セーヌ川、四万十川、なんか綺麗な川のせせらぎ。
なんか見たことあるけどなんか綺麗なせせらぎなんやなって思ってたんですよね、うん、でもつぶやきはない。でまた数日後検索する。そしたらまた下山小花出てくる。つぶやきないけどヘッダーがちょっと変わってるんですよ。それがその川からちょっと引きで写真撮ってる。次はガードレールが映ってそのせせらぎが流れてる。あれこのガードレールなんか見たことあんな、実家の近くやな。え、その大女優の。でも絶対に公表してないから、うん、たまたまか、うん、でまた数日後検索する。そしたらまたヘッダーの写真だけ変わってるんですよ、うん、何もつぶやいてない、うん、またもうちょっと引きな。川、ガードレール、自動販売機があるんですけど、まあ、加古さんも奈良出身だったら分かると思うんですけど、田舎ってね、僕も田舎やったから、カルピスとコカ・コーラとサントリーとベストアルバム勝手に作ってる自動販売機あるじゃないですか。分かんないです。え、分からん。いや、違うメーカーなはずなのに、オールスターズみたいなことですよ。コカ・コーラやったらコカ・コーラやったら、なるほどね、もう三ツ矢サイダーも売ってたり、うん、ベストアルバム勝手に作ってるやんみたいな自販機が映り込んでたと、うん、この自販機は絶対に実家近くのやつやっていうのが分かって、あれこいつヘッダー実家付近のやつやぞ、うん、サイン出してるとか思ってた時に初めてつぶやきが始まる、うん、ほう、あと100日ん何100日で検索していく、うん、数日後、あと95日、うん、94日、92日、89日、82日、どんどんカウントダウンされてて、これ何のカウントダウンやねん、怖いなと思ってたら、次ヘッダーがまた変わるんですよ。そのヘッダーが道、角の道、もうこの角の道はもう間違いない、この角曲がったら実家あるもん、どん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 近づいてきてる。で、カウントダウンも近づいてきてる。何のカウントダウン？で、あと31日って時にパッと気づく。何？自分の誕生日。おう、あ、もうファンやん、絶対、うん、もう身内じゃない、うん、ファンがやってるわ、うん、思って事務所に連絡する。でも特定するのになかなか時間がかかる時代やったと、うん、どうしようどうしよう、でもまあ実家のお母さんとかお父さんに言っとかなあかんなって思ってたけど、うん、お忙しい方が忘れてたと、うん、で、パッて開けた時に、うん、あと4日とかって、まあ、これ連絡せなあかん、うん、で、ご兄弟には連絡したんかな、うん、ご兄弟に連絡したけど、いや何それみたいな感じで取り合ってくれんかった、うん、で、あ、やばいやばいやばい、うん、どうしようどうしようとか思いながらも現場も入ってたから、うん、ごちゃ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 してる時に、うん、ドラマの撮影終わりに、うん、今日、山下さん誕生日ですってハッピーバースデーって来るじゃないですか。来た時にありがとうございますって言いながら、やばい親に連絡するの忘れてるからと思って X を見るんですよ。当時ツイッターをパッて見たらヘッダーが変わってるんですよ。もちろんそのヘッダーがその女優さんの実家の表札やったんですよ。でつぶやき見たら玄関のドアの前にバラの花束が置かれてるんですよ。うわってなってすぐ連絡したら、あ、今日ねみたいな、お父さんが仕事行く前にガチャって扉開けたらバラの花束あって、これファンの方じゃない、すぐ捨てて、実はこうこうこういうことがあって、うん、で、お父さんが出ていくのが大体6時過ぎ、朝の6時過ぎで、この投稿されたのが本当5時57分、もしかしたらニヤミスしてて何されたかわからんっていう話なんですけど、これね、恐ろしいと思う、続きがあって、ここまででも十分怖いんですよ。なんで、まあ、結果そこの犯人は捕まるんですよね。で、捕まった理由が不法侵入なんですよ。門があるんですけど、門を開けて玄関の前のところ入って置いちゃったと。でもこの自転車とか置いてる門を入らんかって、家の前にポツンと落ちたらこれは不法侵入にならへんから捕まらんかった。幸いにも運よく入ってくれたから捕まえることができた。で、犯人がどうやって家特定してるの、実家やぞ、写真なんか全然出してない。これマジで気をつけてほしいんですけど、何ライブとかするじゃないですか、イベントとか、その方もね、やっぱ事務所のイベント、
が、はいはい、なんか映画出たらそこに親御さん見に来るじゃないですか、はい、女優さんとかは最後スタッフ車でバーッと送られるけど、うん、その親御さんたちは何回も何回も見てたら普通にタクシーなのか電車なのか帰るわけですよ、うん、でファンの間では親御さんとか妹さん結構有名じゃないですか、あ親御さんの後つけて実家特定者、でも簡単かもそれって確かに悪用しないでくださいね、でもそういう、うちのチャンネルライブするんですけど1000キャパぐらいですごっオファーかけたりしてお出てもらえたらなんか集やります、え、うん、出てくれます、やります、てかむしろ出たいです、あ、ほんま階段聞くだけのガチ、え、聞くだけでいいんですか、うん、まあ、しゃべノリで喋りたくなったら喋ってもらってもいいんですけど、いやノリで歌いましょうか、いや歌だって歌だね、歌だって聞くだけ聞きに来た、あ、マジですか、うん、あ、じゃあちょっと正式にちょっとオファーかけてください。本当に？うわー嬉しい。というわけで今回は本当ありがとうございました。ありがとうございました。もう本当に怖い話でした。マサオさんのチャンネルもぜひ遊びに行ってください。よろしくお願いします。以上、かごえと吉井マサオでした。あ、こういう終わり方なんや。